アルバン・プレオベールは、フランスのフィギュアスケート選手。2009年欧州選手権5位。ユニークな演技で知られ、フィギュアスケート以外にも多くのスポーツをこなし、柔道も赤帯を持っている。また、フランスの名門グランゼコールの一つであるエスコープ、ヨーロッパを2010年5月に卒業、MBA を取得し、2011年よりパリに本拠地を置く、資産運用会社に勤務している。 4回転トーループと6種類の3回転ジャンプを飛ぶことができる。2007年夏には練習中に4回転ループに成功しており、いずれ競技会でも取り入れたいと語っている。スピンでもほとんどレベル4を獲得し、取りこぼしが少ない。6歳からスケートを始めた。2006から2007シーズン、グランプリシリーズで出場した2戦とも表彰台に上がり、初めて、 グランプリファイナルに進出を決めた。しかし、その後の練習中に背中を痛めて、フランス選手権を欠場。グランプリファイナルには、怪我を押して出場した。2007から2008シーズン、欧州選手権で10位に終わった後、新しい SP を作って巻き返しを狙っていたが、世界選手権の SP 前の練習で転倒して、背中を痛め、危険することとなった。 2008から2009シーズン、序盤の国内テスト大会で、ブライアン・ジュベールを破って優勝し、エリック・ボンパール杯、ロシア杯で共に3位と好調、欧州選手権で5位となったが、同国人のジュベールが優勝、ヤニック・ポンセロが4位だったため、世界選手権のフランス勢の2枠の中に残ることができなかった。2011から2012シーズンは、 スケートカナダへの出場登録がなされていたが、シーズン開始前に、自身の出身地域の地方紙に対し、現在は、パリの資産運用会社に勤務しており、仕事が最優先で練習を行っていないということ、2011年、冬季ユニバーシアードの代表に選出されなかったことに、非常に失望したこと、そして膝の具合が良くないことを挙げ、明確に引退を表明することはないけれども、今後は、 試合に出場する考えはないことを表明した。2011から2012シーズンからフランスのユーロスポーツで解説を行っている。ABCDEFGHIJKLM フィギュアスケートデイズプラス2008から2009男子シングル特本ダイエックス出版2008年9月 ピアニッシモ、78から 79ABC、パッション2009フィギュアスケート男子、シングルフォトブック二馬車、2009年2月、P111 ハットゴールデンスケートハット、プリーバートテイクス、A クラシカルアプローチフスマガジン、02, 02.、02、21、AB、パチ投げアーティスティック、ダカリエア EN ポインティリースキー、アルバンプリーバートルユニオン、06、10、 2011, P-R-E-A-U-B-E-R-T-S, U-R-P-R-I-S,、e、E-S.、E g o u b e r t a t f r e n c h m a s t e r s w o r l t n o 1 l o s e s i n f r a n c e f o r x i r s t t i m e i n f o u r l y e a r s i c e n e t w o r k c o m 1 0 0 0 2 0 0 8 ワールドフィギュアスケート36新書館2009年2月 P28WFS36P36 小坂秋編カラーズ2007フィギュアスケート男子特本青葉出版2007年3月 P93 坂井田優06から07シーズン振付し相関図フィギュアスケートデイズボリューム2大 X 出版2007年3月 ピアニッシモも32から35ありがとうございます。